昨日、陸上自衛隊立川駐屯地と国営昭和記念公園で開催された立川シティハーフマラソン2016。この大会にはハーフマラソン、3キロ、親子ペアの3つのレースがあり、例年1万人を超えるランナーのエントリーがある大規模な大会です。午前9時30分、清水翔平立川市長の号砲とともにハーフマラソンがスタート。陸上自衛隊立川駐屯地滑走路を6600人を超えるランナーが一斉に走り出しました。ハーフマラソンのコースは毎年立川市内で行われている箱根駅伝予選会に近いコース設定となっており、陸上自衛隊立川駐屯地滑走路をスタートした後、一般道、そして国営昭和記念公園内を走ります。またこの大会は第19回日本学生ハーフマラソン選手権大会も閉鎖しており、箱根駅伝を走った学生選手なども参加するなど、ハイレベルなレースも見どころの一つです。そして今年は白熱したレース展開となりました。20キロ通過地点で先頭集団は10人、勝負はゴール直前までもつれました。残り500メートルを切りラストスパート、見事ハーフマラソンを制したのは、最後まで先頭集団を牽引していた東海大学の林龍之介選手でした。まあ、今回が初タイトルということなので、素直に嬉しいという気持ちがあります。レースペースも遅かったですし、天候から言っても少し暑かったのであまり速いペースにはならなかったんですけど、そういう影響もあって自分がしっかり引っ張っていこうという思いもあったので、レースを作っていって最後自信を持ってスパートかけることができたのかなというふうに思います。今後に向けて一言いただけますか。そうですね、今日初めてタイトルを取ることができましたが、あくまでここをスタートラインとして、来年以降はさらに活躍していけるように頑張りたいと思っています。その後は3キロレース親子ペアマラソンが行われ、大人から子どもまでおよそ2000人のランナーが昭和記念公園内を駆け抜けました。12時45分